シアトル。シアトルは、アメリカ合衆国ワシントン州北西部、キング郡にある都市。同州最大の都市かつ、同郡の郡庁所在地である。また、太平洋岸北西部最大の都市かつ、アメリカ西海岸有数の世界都市もある。氏名はこの地に潜住したインディアン部族であるスクアミシュ、族のシアトル州長の名にちなんでいる。 スクアミ種族は19世紀にアメリカ連邦政府によって保留地へ強制移住させられ彼らの土地にシアトルが建設された強制移住を受け入れさせられた部族がこの地を離れる際のシアトル州長の演説は非常に有名であるそしてグレートノーザン鉄道を父とし日本郵政を母とするの言葉で有名なようにこの両者によって 東洋貿易の中継地点として発展を遂げた。シアトルはピュージェット湾との中間にあたる北緯47度37分35秒、成形122度19分59秒、47.626353、122.333144に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積369.2、 キロ平方メートル142.5ミである。このうち217.2キロ平方メートル83.9ミが陸地で152.0キロ平方メートル58.7ミが水地域である。総面積の41.17%が水地域となっている。欠片の気候区分では地中海性気候 CS に属する。夏は涼しく冬も 井戸の割に寒くない。秋から春にかけては雨が多く、一週間雨の降る日が続くこともあるが傘が必要な雨ではない。雨が多い街として有名だが、それは霧雨が何日も降り続くからで、降水量そのものはそれほど多くはない。夏は暑くても日陰にいれば涼しいと感じる程度であり、海水は年中冷たく、基本的に泳ぐことはできない。夏でも朝晩は、 冷え込むことががああるる。のので、で薄い上着を用意しておくのが無難である雪は滅多に降らないがフィヨルドとして形成されたピュージェット湾岸全域は坂が多いため雪に弱く数センチ程度の積雪でバスが止まり学校が休みになることが年に数回ある冬はダウンタウンから車で30分くらいで雪景色に変わり1時間くらいでスキー場に行くことができる 2000年現在の国勢調査で、この都市は人口56万3374人である。この都市の人種的な構成は、白人73.40%、アフリカン・アメリカン8.44%、インディアン1.10%、アジア13.71%、太平洋諸島計0.50%、 その他の人種6.84%及び根結4.70%である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は45,736ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は62,195ベイドルである。男性は49,29ベイドルに対して、女性は35,134ベイドルの平均的な収入がある。 この年一人当たりの収入、パーキャピタインタムは3306ベードルである。人口の11.8%及び家族の6.9%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の13.8%及び65歳以上の10.2%は貧困線以下の生活を送っている。音楽では、ニルバーナ、パールジャムに代表される、 グランジロックの発祥の地である。また、伝説的ギタリストジミ・ヘンドリックスも、シアトルの生まれで、彼の墓が、近郊のレントンにある。戦術のグランジロック流星のきっかけともなった、レーベルである、サブポップの拠点でもあり、現在でも、同レーベルからはフリート・フォクシーズやザ・ポスタ・サービス、郊外からモデス・キャブ・フォー・キューティーや、モデスト・マウスなどの良質なオルタナティブロックバンドを、 数多く排出している土地である。中立のワシントン大学は優秀なコンピュータ技術者をよく育てていることでも知られている。また、ブルース・リーはワシントン大学在学中にジークンドーを開き、その後も親子でシアトルに住んでいた。彼とその息子、ブランドン・リーの墓もシアトルにある。比較的小規模ながら北西部では、 名門のシアトル大学もダウンタウン近くにあり、ロースクールとビジネススクールは特に人気がある。美術では、ダウンタウンに、シアトル美術館、シアトルアートミュージアム、通称サムと呼ばれる美術館がある。主要記事、シアトルの主要な新聞は、日刊紙シアトルタイムズ及びである。これらはタイムズが閉鎖、または譲渡することを求めていたことから、2004年、 下で広告及びビジネス部門を共有している。日経メディアとして、junglecity.com、北米放置、ヨーマガ、水ソース、イブキマガジンなどがある。シアトルにはテレビ局及びラジオ局も多い。主要、ネットワークテレビジョン系列は4、ABC、5、NBC、7、CBS、9、PBS、 1 1 c w 1 3 f o x 2 2 1 0マイネットワード d b o 及び33,3である。主要なラジオ放送局は93.3、107.7、106.1、710、1000 94.、94.9、NPR 系列、88.5、タコマ及び91.3、ベルビューが含まれる。この九十点三。 系列及び公立学校システムが所有者であり、ネイサン・ヘール高等学校の生徒によって運営されている89.5が含まれる。狭い海峡に守られたピュージェット湾は大陸氷河によって削られてできた天然の良好で、古くから貿易港、軍港として栄えた。暖流のアラスカ海流の影響で、高緯度の割には気候は穏やかで年間を通して安定した。 高水量がある。そのため、森林資源が豊富で、木材工業、紙、パルプ工業が発展した。日本との貿易の歴史も古く、第二次世界大戦前、戦後間もなくの間ヒカーマルが寄港していた。また、シアトルは、世界の航空、宇宙産業の中核を成すボーイングをはじめ、マイクロソフト、アマゾン、スターバックス、シアトルズベストコーヒーなど、世界に名を知られる。 大企業の誕生の地である。特にアマゾンの経済効果が大きく、企業城下町とも呼ばれる。戦後は航空機産業が発達し、とりわけボーイング社の誕生はシアトルを大きく変えた。ボーイング社の発展におけるシアトルへの影響は、計り知れないほど大きく、関係者は人口のおよそ3割を占めるとも言われ、ボーイング社の経営が、 死経済を大きく左右している。1971年のボーイングショックは、資材性を大きく揺るがした出来事でもあった。また、2001年の本社のシカゴ移転は、大きな衝撃となった。シアトルに本拠地を構えるアマゾンのほか、世界最大のコンピューターソフトウェア会社のマイクロソフトとニンテンドーオブアメリカが、シアトル近郊のレドモンドに本拠地を置いている子もあり、 シアトルを含めた一帯では、IT 関連産業の成長が著しく、シリコンバレーに対応して、ポートランドと共にと名乗っており、内陸のスポケーンやアイダホ州のボイシュにまで影響している。シアトルを中心に、アメリカ西海岸から発展したは、シアトル系コーヒーと呼ばれている。シアトルで開業したスターバックスが、シアトル系コーヒーショップの代表的存在である。 タリーズコーヒーもシアトルに本拠地を置いている。1962年のバンコク博覧会、シアトルバンコク博覧会会場跡地である。シアトルセンターには、シアトルのシンボルタワーである、スペースニードル、パシフィックサイエンスセンターがある。前述のボーイング、スターバックス、IT 関係の企業のほか、ノードストローム、ウェアハウスクラブ、 海洋製掃小型卸売小売りチェーンのコストコ、コストコホールセールコーポレーションなど有料業がシアトル、およびその近郊に本社を置いている。さらに、は、全米最大のフェリー会社である、トットパシフィック造船所など、軍需、民需の造船業も古くから盛んである。ダウンタウン南端にキングストリート駅があり、アムトラックのシカゴとの間を結ぶ、大陸横断長距離列車。 エンパイアビルダーやシアトル・ポートランド・オークランド・ロサンゼルス間を結ぶコストスターライト、国境を越えたカナダのバンクーバー・シアトル・ポートランド・ユージーンを結ぶアムトラック・カスケーズなどが発着する。の通勤列車がタコマとエヴァレットとの間に平日の朝夕に数便運行されている。ダウンタウンからベインブリッジ・アイランドなどへ向かう路線がある。 ほとんどの路線がピュージェット湾の中を走っているため事故や遅延が少ない。船内アナウンスでは世界で最も安全なフェリーシステムの一つと案内している。2012年9月まではダウンタウンで無料乗車区間があり、平日休日にかかわらず6時から19時の間は無料でバスに乗車できた。キンググンメトロの路線では相互間で乗り継ぎ制度もある。 コミュニティトランジット、サウンドトランジットの路線では、ゾーン制運賃となる。いずれの路線においても IC 乗車券オールカワンリージョナルカードフォーオールが使用できる。通常のディーゼルエンジンによるバスだけでなく、トロリーバスで運行されている路線もある。また、ラビット RAID 系統を中心に、無料でインターネットが使えるバスもある、Wi-Fi バス。ダウンタウンの地下には、 地上道路の渋滞を避けるため1990年に開業したバスライトレール専用のと呼ばれるトンネルがあり、I-90 経由、レントンなどへ向かう一部のバスがこのトンネル経由で運行されている。トンネル内にはインターナショナルディストリクト、チャイナタウン、パイオニアスクウェア、ユニバーシティストリート、ウェストレーク、コンベンションプレイスの5つの駅があり、かつては 全線が6時から19時までバス無料区間に含まれていたが2011年8月にキング・軍行政長官のダウ・コンスタンティン当時はバス無料区間を2012年10月をもって終了すると発表実際には9月29日から有料化したトランジットトンネル内ではバスはディーゼルエンジンから電気、トロリーバスに切り替えて走っていたが ライトレール乗り入れ対応工事終了後は電力線を必要としないハイブリッドバスを置き換えられた。もともとトンネルは軌道系の交通機関が走ることを想定されて建設されレールなども敷かれていたがライトレール建設が長年実現しない間に技術など取り巻く環境が変化しため2005年9月24日から2007年9月24日まで2年間に 渡るトンネル閉鎖を含む工事が行われた。セントラルリンクライトレール開業後は、バスとライトレールがトンネルを共用しているが、2019年3月23日をもってバスが撤退し、ライトレール専用になる予定である。2009年7月18日によりが、ダウンタウンのウエストレイクとタクウイラ国際大通りの間で開業を、12月19日には、 シアトルタコマ国際空港まで延長された。車両は近畿車両製の車両をアメリカ本土でノックダウン生産したものが使われている。セントラルリンクライトレールはを経由して、リンウッドのリンウッドシティセンターに至る路線と、マーサーアイランドベルビューを経由して、レドモンドのダウンタウンレドモンドに至る線を建設しているが、どちらも全線開業は2024年頃になると見られる。 ユニバーシティ・ディストリクト・延伸に向けた27編成の車両の増備は段階的にだがすでに始まっており現在開業中の路線規模に対して異常なまでに広大な車両基地はこのことを視野に入れて計画されたと思われるスペースニードルなどがあると市中心部のを結ぶ約 1.6km の区間をが走っているこのモノレールには軌道が2本あり 伏線のように見えるが、伏線ではなくポイントのない単線並列であり、赤編成と青編成の2編成が、それぞれの軌道を走っている。1962年の万国博覧会に合わせて開業した。この路線が採用したアルウェーグ式は、東京モノレールなど日本のモノレールにも大きな影響を与えた。現存唯一のアルウェグ車製モノレール車両として貴重な存在であるが、 かなり年月が経過しており、近年は故障も多発している。しかしながら、車両の置き換え計画が発表されていない一方、運転装置は、タッチパネルとジョイスティックで操作するタイプに近年、更新さており、赤編成で使用していた、旧型運転台の一つが取り外し後に、ボランティア組織である、モノレール協会、ザ・モノレール・ソサイティに、譲渡されている。シアトルは、 以下の21つの姉妹都市を有している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。